前回の動画で話したカルロス2世。彼は近親交の両親から生まれ、とても体が弱く、生まれてすぐに死ぬと思われていました。しかし彼は宮廷人の予想に反して40歳近くまで生き、王位まで継承しています。この頃のスペインの平均寿命が30歳から40歳だったことを考えると、近親交配から生まれた子供にしては長生きな印象です。カルロス2世が生まれた頃のスペインは経済的に衰退し、政治的にも不安定な時期でした。カルロス2世のお兄さんやお姉さんは若くして亡くなり、カルロス2世も体が弱かったことから長く生きられないと周りに思われていて、カルロス2世が若い頃から、カルロス2世が亡くなった後、誰が王権を握るのか、と彼の周りの人たちは話し合いをしていました。カルロス2世は知的障害があった上、見た目も顎が出ていて、王様といえど宮廷人から陰口を言われることもありました。自分が死ぬ前から自分が死んだ後の王位継承権について人々が話しているし、見た目や知的障害のことで馬鹿にされるし、カルロス2世は多大なるストレスを抱えていたと思います。そんなカルロス2世は自分の気を紛らわせるためなのか、人間の女の子をペットとして飼っていました。その子の名は、エウヘニア・マルティネス。彼女はその見た目から怪物と言われていました。今回はカルロス2世のペットにされた女の子、エウヘニアの生涯を見ていきましょう。1674年、エウヘニアはメリンダット・デ・モンティハというスペインの北部の田舎町で生まれました。お母さんはアントニア・デ・ラ・ボデガ、お父さんはホセ・マルティネス・バジェホ、二人がどんな職業に就いていたかなどの詳しいことは分かっていませんが、エウヘニアには兄弟がいたと知られています。しかし何人兄弟だったかなど、詳しいことは分かっていません。一家は決して裕福ではありませんでした。アントニアはエウヘニアを教会で産みました。ミサ中に破水してしまったのです。教会の中で、しかもミサ中にお産するのはとても珍しいことだったため、一家は、これはこの子の将来は明るいというサインに違いない、と喜びました。スペインの作家はこのことがきっかけで、エウヘニアをエウヘニアと名付けられたと言っています。エウヘニアはスペイン語で、良い家柄のとか上流階級のという意味です。エウヘニアはとても健康的で食欲旺盛な赤ちゃんでした。食欲旺盛なエウヘニアを見て、両親は健康的に育つと喜びました。子供が健康的に育つのは17世紀のスペインでは難しいことで、約 20% の新生児が1歳未満で死んでしまっていました。エウヘニアは他の赤ちゃんより大きくぽっちゃりしていましたが、両親は最初は気にする様子もなく、むしろ喜んでいました。女の子は少しぽっちゃりとしている方が丈夫な子供が産めるし、ぽっちゃりしていることは富の象徴とも捉えられていたのです。しかし時が経つにつれて、エウヘニアの異様な巨大さが目立ち始めました。おそらく誇張されているとは思いますが、エウヘニアが1歳の時、彼女は12歳の貫禄があり、体重は25キロ。6歳になる頃には体重は70キロにもなった、と言われています。エウヘニアが異様に大きくなる一方で、他の子供たちは普通に育っていったので、両親はだんだん不安になっていき、医師に助けを求めたり、エウヘニアに過度な食事制限やダイエットをさせたりしました。しかしどれも効果がなく、エウヘニアは太ったままでした。あまりにも太っているので、エウヘニアは近所の人から馬鹿にされるようになり、両親はそんな彼女を見ていられなくて、次第にエウヘニアを家の外に出さなくなりました。人目を避けることで娘を守ろうとしていたんです。しかしそういった両親の行動も虚しく、隠された巨大な少女の噂は人捨てに広まり、見知らぬ人が家を覗き、エウヘニアの容姿を馬鹿にしてくることが頻繁にありました。ずっと家に引きこもっていたエウヘニアでしたが、転機が訪れ、カルロス2世の宮廷に招かれることになります。巨大な少女の噂は、遠く遠く離れた王宮にも届き、カルロス2世はその巨大な少女に興味を持ち、一目見たいと思いました。エウヘニアが6歳になったある日、カルロス2世の使いの者がエウヘニアの家を訪ね、エウヘニアの両親に、エウヘニアと共にカルロス2世のお城へ来れないかと聞いてきました。エウヘニアの両親もカルロス2世が呪われた王様と呼ばれているのは知っていて、
少し不安に思いましたが、断れる立場でもなかったので、両親はエウフェニアを連れて王宮へ向かいました。両親がどんな気持ちでエウフェニアを王宮まで連れて行ったかは明らかになっていませんが、もしかしたらエウフェニアの治療を期待していたのかもしれません。王宮に着くとエウフェニアのためにすぐにドレスが作られ、エウフェニアと両親はカルロス2世の前へ連れてこられました。カルロス2世はエウフェニアを見るとすぐに、王宮で預かりたい、とエウフェニアの両親に言いました。エウフェニアの両親はすぐにそれを承諾して帰っていきました。王宮の記録係がこの時のことをこう書いています。自然の脅威、エウフェニア・マルティネスという巨大な少女が王宮に着いた。王様カルロス2世はこの自然の奇跡に気がつき、王宮まで連れてこさせたのだ。カルロス2世を含め、宮廷人はみんな彼女の姿に驚嘆した。カルロス2世のこの行いは、一見貧しい家庭のかわいそうな少女を救った寛大な行動に見えるかもしれません。しかしこの行動には裏がありました。17世紀のヨーロッパの王宮は、身体的、精神的に特徴のある人を収集し、ペットのように扱う文化がありました。スペインの王宮も例外ではなく、小人症の人や精神疾患のある人を集めていました。こういった人たちは娯楽の人々と呼ばれ、宮廷人のペットのような存在でした。娯楽の人と呼ばれた人たちは、特に王族たちに気に入られ、王たちは来客に見せたり、馬鹿にして面白がったりしていました。カルロス2世のお父さん、フェリペ4世は特に小人症の人が好きだったらしく、彼は約110人もの小人症の人を宮廷に囲っていました。カルロス2世はエウフェニアをいろんなパーティーに出席させ、エウフェニアが出席するパーティーには遅刻することがありませんでした。エウフェニアは王宮の女性たちにも引き立て役として人気で、エウフェニアは彼女たちと一緒に肖像画のモデルによくなっていました。エウフェニアだけでなく、娯楽の人は引き立て役として、宮廷人と一緒に肖像画のモデルになったり、珍しいペットとして肖像画に描かれたりすることが結構ありました。こんな感じで、自分の小人に小綺麗な衣装を着せ、こんなに小さい可愛い私のペット、と言わんばかりに、わざわざ犬と一緒に描かせたり、こんな感じで、高貴なドレスに身を包んだ私と、珍しい猿のペット2匹と、小人、といった感じの絵もあります。身体的に特徴のある人は、ハンデがあるので、どうしても普通に働くのが難しく、17世紀は今よりそういった人たちに配慮がなかったので、そういう人たちは見せ物小屋で働く、もしくは王宮にペットとして囲われて暮らすことも多くありました。宮廷にペットとして迎え入れられれば、綺麗な服、温かい食事、安全な寝床が与えられ、運が良ければ教養も身につけさせてもらえることがあり、普通の庶民よりはずっといい暮らしをしていました。しかしその反面、その生活は主人の気分次第で捨てられてしまい、一夜にして無一文で路頭に迷う可能性もはらんでいました。エウフェニアも宮廷でペットとして扱われ、綺麗なドレス、温かい食事などが与えられていました。しかし来客はパーティーなどの際は、見せ物としての仕事をしなければなりませんでした。エウフェニアは見せ物として働いていたと言えますが、エウフェニアに賃金が支払われていたという記録はありません。エウフェニアの有名な肖像画が2枚あります。それが着衣のエウフェニア・マルティネスと、裸のエウフェニア・マルティネス。本当のタイトルは着衣の怪物、裸の怪物で、どちらもマドリードのプラド美術館に所蔵されています。この2枚の作品は宮廷画家のフアン・カレーニョ・デ・ミランダによって描かれました。彼はカルロス2世やカルロス2世のお母さんの肖像画も手掛けています。着衣のエウフェニアはリンゴを2つ握っていて、綺麗な朱色のドレスを着て着飾っていますが、顔がめっちゃ不機嫌そうです。彼女の体型で同じポーズを長時間することは苦痛だったんでしょう。裸のエウフェニアはブドウを持っていて、頭には飾りがつけられています。裸とブドウ、なんとも不思議な組み合わせですが、この組み合わせはワインの神様、バッコスの絵でよく見ます。この頃スペインでは女性のヌードを描くことは宗教上禁止されていました。しかし神話の中の神様のヌードを描くことは許されていました。カレーニョはエウフェニアの裸体を描くためにエウフェニアにブドウを持たせ、
ワインの神様、バッコスということにしたんです。そこまでしてヌードにしなくても、と思うんですが、裸体の方がエウヘニアの体の特徴をよりはっきりと表現できるので、どうしてもヌードにしたかったのかもしれません。ところでこの絵と非常によく似た絵があります。それが着衣のマハと裸のマハ。ゴヤによって描かれました。ゴヤも宮廷画家だったので、ゴヤは着衣のエウヘニアと裸のエウヘニアを宮廷内で見て、そこからヒントを得て着衣のマハと裸のマハを描いたんでしょうか。話をエウヘニアに戻します。エウヘニアは本当に大きな女性だったみたいで、王宮の記録係がその容姿についてこう記述しています。エウヘニアはいつも青ざめた顔をしていて、見苦しいほど醜くはなかったが、顔はすごく大きかった。彼女の顔や首のサイズは成人男性の頭2つほどのサイズで、彼女のお腹はもうすぐ赤ちゃんを産みそうな妊婦のお腹ぐらいあった。太ももはビチビチに肉が詰まっていて、見るものをこんなに醜いものがあるんだ、と驚かせた。彼女の足は彼女の体型と合致していたが、男の足みたいだった。彼女は大柄すぎていつも動きづらそうだった。エウヘニアの体型がなぜこうなってしまったのか、当時の人は見当もつかなかったと思われます。現代ではエウヘニアはプラダーウィリ症候群だったのではないかと推察されています。プラダーウィリ症候群は15番目の染色体の異常によって起こる病気で、肥満、糖尿病、低身長、狭いおでこ、発達遅延、不妊症などが特徴です。もちろん現代でも彼女の体型の正確な原因は分かっていませんが、エウヘニアの肖像画を見ると、これらの特徴に当てはまるところが結構あります。エウヘニアは動きが緩慢で、他の人について歩くのが困難で、常に疲れていました。そしてエウヘニアは、大人になっても生理はなかったと言われています。不健康で常に馬鹿にされ続けたのにもかかわらず、エウヘニアは王宮での暮らしを楽しんでいたと語られています。エウヘニアは大体ニコニコしていて、王宮では人気者だったみたいです。それはエウヘニアが10代になり、大人になっても変わりませんでした。エウヘニアは1699年、24歳の若さでこの世を去りました。正確な死因は明らかにされていませんが、おそらく彼女の抱えていた病気のせいだと考えられています。彼女の主人のカロロス2世は彼女が亡くなってから約1年後の1700年にこの世を去りました。カルロス2世がエウヘニアをどのように扱っていたのか記録はありませんが、王宮の記録係の記述や、この肖像画を見ると、エウヘニアを蔑み、馬鹿にしていたと思われます。おそらく自分も見た目が普通の人と違うので、そうすることで自分の威厳を保っていたんだと思います。ということで今回は、カルロス2世のペットになってしまった少女、エウヘニア・マルティニスについてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。